全国のポケモントレーナーの諸君、元気にしてるかな。わしの名前はアーキドじゃ。ということで今回は視聴者からいただいた DM でおすすめのドラパルトがいるらしいので、そちらを育成してきたんじゃな。テラスタイプがゴーストで持ち物が弱点保険となっておるぞ。で、努力値が攻撃148、防御140、素早さ220となっていて、防御が A4 この世猿の威力100分度確定耐えらしいです。で、素早さに関しては純速プラス1偉大な牙抜きとなっています。で、余りが攻撃に振ってある感じだね。で、性格が陽気で特性がすり抜けです。相手の壁や身代わりをすり抜けて攻撃できるという特性になっております。現環境で悪ゴーストフェアリーなどの弱点をついてくるポケモンが多いので、それを逆手に取った方ですと。特にディンルーと組み合わせるとこの夜猿がほぼ初手で来るので、ゴーストテラバースト弱点保険がアホみたいに決まります。挑発は完全にアドですねと。ということで、まあ4月22日にいただいた DM なので、若干環境が変わっていそうではあるんじゃが、文章を読んだ上では結構強いんじゃないかなということで、今回育成させていただきました。さあ、果たしてこの視聴者から教えてもらったドラパルトの方、活躍することができるんでしょうか。早速ランクバトルやっていくぞ。ピッピカチューマッチングいたしました。相手がデカヌちゃん、サーナイト、サーフゴ、ルガルガン海流、そしてで、アーマーガーということで、よろしくお願い申し上げるんですが、先発デカヌちゃんか、ルガルガンだと思うんだよな。なので、そこら辺を見れるポケモンを連れていきたいんだが、ドラパルトがちょっと、先発出しづらくなっちゃったね。ロトムいた方がええんかなと思います。ロトム、ドラパルト、で、ラストが、巨人さん。これでいきます。お願いします。さあ、お相手先発、サーナイトを繰り出してくれ。わしはロトムを勝ち投げて行き、トレース浮遊と。いうことで、まあ、このロトムはね、シャドーボール採用してるんで、シャドーボールがっつり打って、サーナイトにメガネ、シャドーボールの大ダメージを与えていきたいと。いう感じになっております。だからロトムもロトムで若干大事にしないといけないので、そこは諸説だな。サイコショックを打ってくる。結構いいダメ入ったな。さあ、シャドーボールを打ち込んでいき、ズダーン勝って、まあシャドーボール連打でいいでしょう。相手の持ち物が若干わからないんでね、迂闊に引くこともできないと。ムーンフォース耐えなそうなんだよな。耐えねえな。まあこんなもんと、こんなもんだよということで、まあドラパルト繰り出していって、技変えられた時点で相手持ち物こだわってないんで、これもバッチコリ照らしたるテラバーストでいいんじゃないかなと思います。さあ、ぎんちりと照らしたるを切ってゆけ。まあ弱点保険ちょっと今回発動できなさそうだな。言うて発動できなさそう。あ、影打ち、ありがとう。え、いいの？何それ、感謝なんだけど。圧倒的感謝。なんでサーナイトが影打ち持ってんだ。エルレイドの方がいいだろうが。おかしいな、これマスターボールランクなんだけど。まあでも、もしかしたら刺さるかもしんねえしな。うん、もしかしたら。さあ、ここで繰り出してくるのが海流と。いうことで、まあ、ドラゴンアローでいいと思うんだけどな。リフレクター貼って竜舞されるのも嫌だし、ドラゴンアロー打ちましょう、ここは。さあ、相手はテラスタルをしてくる。ノーマルテラスタル、フェアリーテラスタルだったらどうしようかと思ったけど、一竜舞されると抜かれそうなんだよな。さあ、ドラゴンアロー。いいダメージ。はい、2発目。いいダメージ。
地震を打ってくる。あ、ここ地震ならさ余裕じゃん。もうあとドラゴンアロー打ってるだけで相手死ぬんだもんねえ。あざす、相手の悠長な攻撃、そこに突き刺さる弱点保険ということでね。ああ、サーフ号はもうテラスタル切ってるんで、ゴーストが一貫あるということで、テラバーストをぶっきり打ち込んであげれば3立てなんだよな。おとなしくサーナイト切られてたらこの試合全抜けはできなかったかもしれないが、素晴らしいバトルだった。対戦ありがとうございました。マッチングいたしました。相手が鉄の包みサーフ&ゴーガブリアスラウディングボーディングでもってエルレイドと、ウォッシュロトムということでよろしくお願い申し上げるんですが、さすがにドラパルトを先発繰り出していかざるを得ないといった感じになっていて、ディンルーはいた方がいいな。でラスト1体は羽ばたく神でいいんじゃなかろうかということで、これでいきます。お願いします。さあ、お相手先発エルレイドから繰り出してくる。わしはドラパルトを勝ち投げていき、ここはしっかりとリフレクターを貼りたいんだけど、相手スカーフだったらやばいんだよな。スカーフを警戒するんだったらディンルーに引くべきなんだけど、まあ何言っててもしょうがないんで、とりあえずリフレクター貼りましょうかね。影打ち、あー、影打ち持ってるってことはリフレクター、違う、あれだな、あれ型じゃないな、スカーフ型じゃないな。であれば特攻と特防が1段階上昇して、これでリフレクター荒れるんで次の影打ちも耐えることができて、で僕はしっかりとドラゴンアローを打ち込んでいくことによって気合のたすきごと貫通していくと。 OK、 エルレイドを余裕で突破していく。意外と相手あれだな、あんま考えてないんだな。弱点保険とか意外と刺さってんのかもしんねえ。さあ、サーフ号を繰り出してくる。で僕はもうテラスタル、テラバーストぶちこりと打ち込んでいき、相手ノーマルテラスタルやめてねーって感じなんだけど、でもこれノーマルテラスタルの出し方だよな。このテラスタルの切り方ちょっと雑だった、もしかして、もしかして雑でした。やめてお願い。やったー。はい、サーフ号さん終わりでーす。さあ、サーフ号を一撃の名のもとに葬り去っていく。気持ちいいな、この勝ち方。さあ、ラストがガブリアス。スカーフだとちょっと怪しいけど、まあ壁張ってるんでね、とりあえずどうでしょう。ドラゴンアロー打って相手フェアリーテラスタルだと嫌なんだよな。これテラバースト打つわ。ああ、コウさんが選ばれていく。はい、対戦ありがとうございました。マッチングいたしました。相手がウォッシングロトミング、ジバコイリング、ウィンディング、カイリング、この世ザリング、サーフ&ガーウィングということでよろしくお願い申し上げるんじゃが、 DM 曰くこっちのディンルー見た場合、相手この世ザルを先発に出してきがちらしい。なのでドラパルトをしっかりとぶち投げて、この夜猿をドラパルトで処理すると。で、裏が巨人音は必要かなと思っていて、で、ラスト1体はディンルーか羽ばたく神どっちかかなと思っているんじゃが、難しいね。ただ、ディンルーだと、ぶっちゃけロトムにそこまで強くないから、まあ、羽ばたく神の方が丸いかなと思いますが、ただ、そうすると、今度は磁場コイルが重くなるんだけど、まあ、これでいきますか。お願いします。さあ、お相手先発ロトムだ。あれ、なんかこの夜猿出てこないんだけど、全然どうなってんの。もう電磁波とか打たれるだけで嫌なんだけど、もうドラゴンアロー打つわ。おいおい、半分トリック打たれちゃったよ。もう最悪やマジで。トリック打たれるだけでマジで最悪な気持ちになる。さあ、こだわりメガネを手に入れて弱点保険を押し付けていくということで、あんま刺さんないっすね、ドラパルト、この夜猿相手には。
なんか1位の使用者がロトム使ってたせいかロトム若干増えてる気がする。さあとりあえずドラゴンアローチンパン連打でロトムを倒しきりたいところじゃが倒せるんでしょうか。倒しました。はい、弱点保険いりません。でこのヨザルを繰り出してくると、なるほど。でこのヨザルはフンコブだと思うんだけど、フンコブ打ってきそうだよな。ここでこのヨザル出してくるのちょっとずりーな相手な。でもドラゴンアローでいいや。よいしょ、一発二発、相手はビルドアップ型と。これ悠長にビルドアップいっぱい積んでくれっかな相手。どうだろうな、ドラパルト切っていいと思うんだよな、あとここまで来たらな。うん、だからもうドラゴンアローチンパン連打するわ。どうせ相手フンコブしか打てないだろうから、もう雑にドラゴンアロー連打して削るだけ削ってフンドの拳打ってくる。これはもうドラパルトワンパンっすね。はい、ドラパルトお疲れ様でした。もう雑にドラゴンアロー打つだけのマシンでしたね。さあ羽ばたく神をここは繰り出していきまして、でとりあえずムーンフォースを打ってあげて、まあテラスタルしてくるのであればそのね気合のたすきで持ちこたえて、そのテラスタルに対して打点が出る技を打ってあげればよかろうもんなので、ノーマルテラスタルじゃあ受けられないんじゃない。ノーマルテラスタルにムーンフォース当たったら飛んじゃわないかな、その HP だと受けられんのかな。まあ受けらんないよね。まあこのヨザルが選出されたとしても先発に出てくる保証はないと感じますね。さあ海竜です。ラストは海竜の持ち物わかんねえから、こう巨人に一旦引くわ。あ、というか相手ノーマルテラスタル切ってるからこれ別に引く必要なかったな。まあでもいっか、巨人竜舞してくると。でもうテラスタル切る必要ないんで、あの子にね、羽ばたく神にテラステル切る必要ないんで、ここはこっちテラステル切って、まあ鉄壁打ちたいけど塩漬けから入るのが丸いかな。ワンチャン多分持ってないと思うんですけど、相手ワンチャンアンコール持ってる可能性もあるんで、で塩漬けさえ打っておけば相手もマルチスケール一生剥がれるマンなんで多分大丈夫だと思う。で地震のダメージもこれで若干減るんで、一回塩漬け入れしまえばあと自己裁断だのなんだのやっとけばいいんで。さあ地震攻撃これ受けれます。さあ塩漬けを打ちかましていき、パコンと。さあこれで相手は羽休めしようが何しようがマルチスケールにはならないということで、あとはもうこの巨人がやられたとしてもあいつで勝てるかな、神で勝てるかな。鉄壁打ちます。おお、激鱗を持っている。なるほどね。さあここはしっかりと防御がぐーんと上がっていきますものの、まあこのまま激鱗で巨人を倒してもらえばいいんじゃないでしょうか。で塩漬けのダメージもぶっきり入ってるんで、まあ一応自己さえ押しておこうか。さあ巨人音やられてしまう。できればここ相手ピヨピヨしないでほしい。もう一旦激鱗続いてくんねえか。あーピヨピヨしちゃったか。まあでも勝ちでしょさすがに。さあラムの実で回復していくと。だいぶ相手攻めたな、あそこの激鱗は。だいぶ攻めてんな。さあ羽ばたく神を繰り出していき、まああんまり刺さんなかったけど他の動画ではねかなりドラパルト刺さってたんでよしでしょう。このヨザルいるからってね必ずあれってわけじゃないから、まあまあまあオッケーオッケー。はい、倒しました。まあでも刺さる相手刺さんねえ相手はっきり分かれるけど、まあ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 割と強かったかな、全抜き性能高くて。いかがだったでしょうか。まあ一応サンタでできるポテンシャルは持ってるポケモンなんじゃないかなと思いました。ただね、環境が若干変わっていて、全シーズンで上位になられたね、方々の構築記事とかももう結構出回っていて、上位が使ってるポケモンをそのまま育成して対戦で使ってる方々もいたので、
なかなかこう、させる場面とさせない場面、はっきり分かれてしまって、この夜猿もね、割かし減ってる気はするんだよな。そこまでめちゃくちゃマッチングするわけではなかったので、選出する相手をしっかり選んであげて、させるとこさしていって勝利を掴んでいく、そんな感じのドラパルトとなっているのかなと思いました。まあでもね、一回流れを掴んじまえば、本当にね、気持ちよく3取りするポテンシャル全然あるんで、この動画を見てね、このドラパルト面白そうだなと思った方は、ぜひぜひ育成してみてはいかがでしょうか。視聴者からなんかこのポケモン強いですよってリクエストいただいたら、なるべく早く環境が変わる前に動画化した方がいいんだなと、今回ね、痛感いたしました。次回から、そうやってね、頑張っていこうかなと思います。ということで、ここまでご視聴いただき、誠にありがとうございました。この動画面白いと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメント、お願いいたします。みんなもポケモンゲットじゃぞー。ピッピカチュー。